はい、メダ家族ドヤス、いつもご視聴誠にありがとうございます。さすがに今日はヒロムに変身できませんでした。暑すぎます。はい、今朝の9時ぐらいなんですけど、今の段階でハウス内が25度。はい、なかなかです。で、上段のこっちのね、上段の水温の方、30分前に私は来て、で水温見た時には16度6分で、30分経過して今見たら17度3分上がってますね。で、昨日外気が20度ぐらい気温があったんですけど、その状態で遮光ネットなしのサイド全開で、入り口、出入り口全開の状態で30度、35度ぐらいかなってました。で、その温度の測ってる高さっていうのが1メートル70センチぐらいの高さかな。なので下の方はそれでももう少し低かったんじゃないかなと思います。多分ね、下の方は直射があったんだけど、まあ日陰の状態でどうでしょう、それでも30度ぐらいかなっていう、そんな感じです。遮光ネットを今からやると、あんまりね、完全にやるのはちょっとよろしくないということです。はい、らしいです。私も今年初めてなんで、ビニールハウス、ちょっとその辺が分かんないんですけど、さすがに遮光ネット1枚ぐらいは部分的にやろうかなとは思ってます。ハウスの方が7メートルちょいあるんで、全体かけるじゃなくて、まあ2メートル2メートルぐらいの遮光ネット2枚とか1枚とか、そういう感じで徐々に増やしていく方法を取っていこうかなと思ってます。とりあえず水温の話っていうのはこの辺で終わりたいと思います。次回の動画ではまたね、別のお話したいと思いますんで、今ビニールハウスこんな状態だよということです。3月なのに30度、水温も30度超えてます。気をつけてください。ギリギリのもうタイミングでつけました。じゃあこの辺でドロンします。メダ家族ドベシタピヨヨン。